期待するなよ。あんたにあげられるものなんか今の武田にも俺様にもねえのさ。悪いけど帰ってくんない？出ないと俺様怒っちゃうかも。Kの瞳を癒したのはあの光か。なるほどな。さて、ケムに任ずに語ってもらおうか。ただの人が語る悲しき人の物語を。僕を倒せって命令された？そんなの無視した方がいいよ。ほう、獣を経て人へとなりましたか。貴公は何飛びさすけくんだったかな。熊、牛、ヤギ、まあどれでも選びたまえ。身を粉にする苦しみには共感いたします。あるいはそれによる喜びすらも。ザビー様は忍者を見るとはしゃぎます。文通友達になってあげてください。私の様、貝の虎に伝えなさい。それがあなた様の夢見とならんこと。で、実際のところどうよ。あの方との中、少しは進展あった？バカ貴様、なんてハレンチな。私とケンシー様が、そんなこと。口を開くな。私に話しかけるんじゃない。忍びの飯ってあれっぽっちなのか。それがしの弁当を少し分けてやろうか。猿のごとく木々を飛び脳をかける。松目も大の得意にござりまする。腰痛に効く忍びの飛躍などはないのか。わしなき日々をよくぞ歩み抜いた。その精進研鑽、胸を張れ雪村。親方様、この雪村たけっております。いやいやいや、これ一体何のお仕置き。もうちょい自他ともにいたわりましょうよね。お前の力、この身をもって確かめてやるわ。こらサスケ、手など抜き寄ったら許さんぞ。冗談、この人西洋って言葉知らないの。一段と厄介な忍びになったな、お前も。なぜ誰も彼もが死を恐れない目をする。あんたには構ってる暇ないんだよね、正直さ。あいにくだが、俺もあんたが嫌いでね。我らの心に対抗できるのはお前ぐらいのものか。ああ、厄介だ。お前さんみたいなのが一番厄介だ。わかりますよ。あなたは死んでもいいと思ってます。決意を固めた者ほど厄介な者はおらぬ。いつの間にそんな決意を固めたんだい。親方様に言づてがあるなら聞くよ。大将はあんたを頼ってる。力を貸してくれ。若虎はおいを信じてくれちょるようじゃが、おまはんはそうでもなかね。あんたいい顔つきになったじゃねえか。人の弱みにつけ込むか。忍びの情動だけど、やられると腹が立つね。門をぶち破る忍びってどうよ。実際じいさんのご機嫌取りも楽じゃないね。邪魔だ、心を持った忍び目。ダメよ、どんなに願ってもその血の跡は拭えない。焦土求む白、回帰を求めぬ玉とな。